はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は今年最大のチャンネルストリップと言ってもいいかも分かりません、アメック9099というブレインワークスが発売したチャンネルストリップですけれども、使った人の中ではとってもいいじゃないかっていう声が多く聞かれます。なのに日本語解説動画って僕の知る限りほぼゼロに近いんですね。どうしてなんでしょうか。外国の方ではもう本当に絶賛の声がかなり YouTube にも上がっています。やはりなかなか高値の花というか、通常の価格は日本円で約5万円、僕はイントロキャンペーンで少し安く買えたんですけれども、やはりそこのところがネックになって本当にユーザーが少ないのか、もしくはまあ、DTM やってる人に聞くとかなり手に入れた方もたくさんおられます。だから YouTube に出してもこれが皆さん需要があるのかどうかが僕も正直分かっていないんですけれども、皆さんが出さないというのであれば僕の方でちょっとやってみようじゃないかということで、かなり高機能なんで、本来チャンネルストリップぐらいでは一つの動画で話が済むところなんですけれども、今日は設定と、そしてフィルターセクション、そしてゲートセクション、この辺のところをあまりマニアックにならない程度で、でも親切に解説をしてみたいと考えています。まあ第2弾第3弾はコンプリミッターと、そして第3弾は EQ 関連その他っていうぐらいで3回ぐらいに分けれたらいいんじゃないかなと思っています。まず設定の話からスタートします。設定の話の前に左側に僕が普段使っている VU メーターも並べています。これには理由があります。皆さんこういう機能があるとも知らず使っている方もいるんですが、ちょっと音を鳴らしますね。メーターの方に注目しておいてください。はい、左の VU メーターのプラグインと、そしてアメック9099のメーターがあまりにも違いすぎますよね。これにはいくつかの理由があります。まずアメック9099を最初にしないといけないことがあります。左下のロゴを押してみてください。するとこのようなプレファレンスを設定する画面が出てきます。ここで PPM メーターのリファレンスと、そして VU メーターのリファレンスが設定できるようになっています。VU メーターのリファレンスは、左側の VU メーターがスケールが18に対して、こちらはマイナス10というふうになっています。これが大きく変わるんですね。まずここから修正をします。これを18にします。必ずマイナスというのはつきますので、18もしくはマイナス18を入力します。これで VU メーターを見てみましょう。ただし、この VU メーターにもアウトとインを設定できるようになっていますので、インをしないと意味がありません。鳴らしてみます。はい、ちょっと小さくなるところはまあ別としまして、左側のメーターはちょうどゼロあたりを振っていました。右側のメーターに注目してください。はい、ちょっと振りが悪くないでしょうか。いわゆる VU メーターの基本的な規格というか考え方が少し違うのか、2dBU ぐらい差があるように僕は感じています。ですから、ここのところの VU メーターのリファレンスから見てみましょう。僕が感じる限り、少し VU メーターの
針の触れ方が違います。ですから、こちらは同じ18にしておくと違うようになるということです。ここは20に設定します。これでどうかもう一度テストします。はい、ざっくり合ってきましたね。このようにして VU メーターを併用する場合のことを考えて、同じような針の触れ方をするように設定をやり直しておくことが大切です。それが決まりましたら、もう一つの PPM メーター、ピークメーターですね。こちらの値も変えます。自分がどのぐらいのところを狙うのかということがとっても重要です。マイナス6デシベルからマイナス10デシベルの間ぐらいを狙いたいので、これをマイナス10にしておきます。このような状態ですね。これでやってみると何が変わるんでしょうか。右のメーターを見てください。ちょうど0を超えないあたり、この辺で動いていますよね。皆さんの見やすいやり方にすればいいんですけれども、僕はやはり頭の中でメーターの0を越さないこと、それでクリッピングの様子などをピークメーターでは見ていますので、そのようなセッティングにしておきたいわけです。いわゆるマイナス10が0というような感覚ですね。そういうふうにしておくと、左下の方のスタジオ1のピークメーターは、これは普通に0デシベルがこのユニティゲインを指すようにできていますので、まあ、ここではちょうどマイナス10からマイナス6あたりを振るわけです。そしてこちらの方では0のあたりを振る。こういうふうにしておけば僕の自分の頭の中が整理しやすいですので、皆さんにも自分なりなこの見方の見やすさというのもあると思いますので、まずはこのロゴのところを押して自分で設定を合わせてください。これで整いましたので、もう一度いわゆる一番大事なゲインステージングということをまずやります。僕は VU メーターを見るときに0を超えないようにじゃなくって0を平均として見ています。それはここでスケールをマイナス18にしているということは、マイナス18のヘッドルームがあるんです。正確にはマイナス14デシベル U ということになります。なぜかというと VU の規格というのは初めからプラス4デシベル U を実際のデシベルフルスケールの0と合わせてあるという基本的な考え方からです。一応その考え方の資料を出しておきます。僕はこの VU メーターを見るときに自分の指針では0デシベルを超えないじゃなくって0デシベル平均というふうに見ています。なぜなら VU メーターの0というのは実際の話で言うと、このスケールマイナス18を考えた VU メーターになっているからです。ヘッドルームがあるということですので、僕は0より小さくじゃなくって0を平均とするというふうに考えています。これで自分なりなメーターのスケールが一致したことになります。ここからはこのVU メーターはいりません。アメック9099に VU メーターとピークメーターが一緒にあるからです。じゃあここから本題の左上のフィルターセクションと、そして今日のメインである
ゲートセクションのお話に移っていきたいと思います。まず、フィルターというのは分かりやすいと思うんですけども、左側がハイパスフィルター、右側がローパスフィルターです。ローとつくのに、これはハイを設定します。ハイパスフィルターというのに、これはローカットをします。ローカットという呼び方とハイパスフィルターは基本的には同じようなものと考えてください。ハイだけ通すという意味です。そして上の方はローだけ通すという意味だからローパスフィルターというふうになっています。初心者の人にはまずここからややこしいですよね。でもそこはきっちり覚えてください。そしてここはそんなに言うことがないんですけれども、低音をどれだけカットするか、高音をどれだけカットするか、これで合わします。インプットしてきた音をするのか、これを最後にするのかということがここで設定できまして、あとはサイドチェーンもできますが、今日はサイドチェーンまで行くと話がとっても長くなりますので、ここで終わっておきますが、基本はここはインプットでいいと思います。ここからはインのゲインスケールはちゃんと今合っていますのでメーターをアウトにしておきます。そしてハイパスをずっと上げていったりローパスフィルターを上げていったりします。これで音を聞いてみてください。はい、ここまで上げるともう音が変わってしまってますよね。いわゆる低域成分がなくなってるということです。戻します。次はハイの方です。ピアノの場合はハイの方は大きくは影響がないですよね。いわゆるピアノの成分としてはローの方に近いところに音が集中しているということが言えます。そして両端にあるボタン、これがかける3倍と割る3倍ということになりまして、ハイパスフィルターの方をかける3倍しますとこのメーターが3倍高い領域まで設定ができるようになります。はい、ここまで切れるようになりましたね。次はローパスフィルターの方です。これも割る3ということにします。もう少し低域までカットができるということです。ピアノはあまり高域成分がなかったので、これを大きくするともう少しフィルターをかけることができます。はい、もう音がかなりこもりましたよね。このようにローパスフィルターとハイパスフィルターは使うことができます。その時に上にあるボタン、これで全くこの機能を使わないようにすることもできます。次はゲートの話に移ります。ゲートは使ってない人にはとってもややこしい話でして、いろんなパラメーターがありますけれども、これはコンプやリミッターと逆です。まずゲートの基本的な機能を説明します。ゲートというのは、ある一定の音より小さい音は削ってしまうというのがゲートの役割です。ですから、ここにスレッショルドというのがあります。ここで設定します。その下にマイナス30デシベルのボタンがありますが、通常は押していない方がやりやすいかもしれません。じゃあそのゲートなんですけれども、大きく分けてノイズゲートのようにノイズを取るという働きと、まあ音に対して例えばドラムがパーンとなった時にその音の残り方、ちょっとパーンでは分かりにくいですので、あえてこういう言葉にします。パン、ジョクジョクジョク。パン、ジョクジョクジョク。このように、スネアなんかはスナッピーという、ジャラ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 鳴るような装置がついていますけれども、
ああいうのがあるときにパーンドゥルドゥルパーンドゥルドゥル、こういうような音が鳴るんですけれども、そのズルズルの部分をどこまでカットするか、あとは部屋鳴りというかですね、スタジオだったらスタジオの響きの残りがありますね。パーンと叩いたらリバーブやエコーのように残響音が残るという、これが残りすぎないでもっとタイトにちゃんとパッ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 とこうやりたいような時にゲートは使えるんですが、大きくそのノイズ取りということと、そういう音を編集するという機能と2つに分かれます。まずノイズの方ですけれども、この辺にノイズがあります。いわゆるもう楽器は弾かないでマイクの音を切るまでの音です。どれぐらいのノイズがあるのかちょっと聞いてみてください。まずはゲートを切っておきます。そうでないと分かりませんし、コンプなどもすべて切っておきます。この状態でノイズを測ってみます。この音が聞こえますでしょうか。聞こえない方はヘッドホンを使ってください。ここでゲートを入れます。はい、音が切れましたね。でもこの設定の仕方はノイズ用ではありません。ノイズをしっかり取りたいときは、まずここにエクスパンダーというのがあるんですけれども、このエクスパンダーを切って普通のゲートにすることです。そしてこのレンジというのがアメック9099にはあります。これをまずは100というレンジにします。マイナス100デシベルということです。いわゆる音はなくするという意味です。そしてここのスレッショルドですけれども、どこに設定するかというと、小さな音ですのでここをゼロにすることはありません。これをずっと下げていきます。はい、音鳴りましたね。今マイナス47ぐらいです。戻していきます。あ、ここで不安定に右からと左が出てるような状態になっています。ここらからノイズが発生するということですので、ここはちょっとだけ上を設定しておきましょう。いわゆる安全牌です。今43ほどですので42、41、それぐらいです。はい、今 40.3 という値にしましたら完全に切れています。そしてここはホールドの時間になります。これをどれぐらいにするか、音が次入ってくるまでにどういうような音なのかということにも影響がありますけれども、ここはあまり長くしすぎない方がいいです。これの初期値はこのように208ミリセックになっています。まあそれぐらいでいいと思いますが、ノイズ以外のところも取れそうだったらこれを短めに設定してください。次はここにアタックというのがあります。このアタックも今のホールドとよく似てると考えられます。一旦落としますが、その落としたものから復帰する速さです。これしっかり覚えてくださいね。コンプとかとは全く真逆です。アタックというのは、これは聞き終わりをどうするかということです。早くすると早く戻ります。ミッドとスローがありますが、ここは無難なところで通常はミッドにしておくのがいいというふうに思います。また上級者の方はそこらを使い分けてください。それと次の項目はリリースということです。コンプとは逆でかかり始めの時間です。音が鳴っていてだんだん音が小さくなります。ドラムで先ほど説明したようにパン、シャカシャカシャカ、このジャカジャカジャカ、シャラララララ、この残りの部分の話です。早く聞かせたいというのであれば、ここを短めにすることがいいと思います。20ミリ30ミリセックぐらいにするのがいいでしょう。そしてあまり早く聞いてほしくない、いわゆるサスティンが多いような楽器で使っているときは、ここを長めにしておく方がいいでしょう。そしてここにリニアというボタンがあります。これはさらにその聞き度合いを速くするためのボタンです。じゃあ
実際の音でやってみます。このレンジを戻すとこのようになります。音が出てきます。はい、今ゲートモードでやってる時にどれだけ音を下げるかですけれども、これで全く聞いてないのと同じ状態になります。ですからノイズ取りということが目的ならば、これをもういっぱいいっぱいにしておく方がいいですし、ただし楽器に影響が出たと思ったらこれを戻す方向にしてみてください。でもこれは難しいのは、ゲートモードというのは出るときは出る、いわゆるここで設定したマイナス40デシベルを下回ったらもう完全に音をミュートするという働きがゲートの役割ですので、楽器に使うときは次に話するエクスパンダーというモードを使うことです。このようにしてゲートは使います。それでは次はゲートには違いがないんですが、エクスパンダーの方の話をします。これはドラムなんかで実験すると分かりやすいです。ここでチェックをするとエキスパンダーモードになります。先ほどのゲートというのはある一定の音以下の音を完全にミュートするというのがゲートの基本的な役割でした。でもこのエクスパンダーはスレッショルドで設定した値より小さな音を圧縮するということになります。完全に切るのではなくて、比率によってそれを抑え込んでいくということで、完全にゼロにするのとは違うという意味です。ですからこれは楽器にも使えまして、そしてドラムの後の残響音、これらを制御することができるということになります。じゃあまずはゲートを入れていない状態でドラムを聞いていただきます。はい、スネア特有のゴーストノートというのがかなり入っていますよね。これをどこまで取っていくかということです。まずはレンジをいっぱいに振っておいて、そしてスレッショルドを合わせていきます。デシオはまず真ん中ぐらいにしておきましょう。そしてアタックはミドルにして、リリース、いわゆるかかる速さはちょっとドラムですから早めでいいと思いますが、まあこの辺から40ミリ、50ミリセックからやってみましょう。ゲートを入れます。はい。もうこの辺でもゴーストノートがほぼ完全に消えましたね。スネア本体の音しか聞こえません。はい、これをまだちょっと聞こえるのを完全に取るのはこういう時です。スナッピーの音はほぼ聞こえません。これを若干出していきます。はい、まあここはもちろん好みでいいわけですけれども、このようにこのスレッショルドで制御することができます。そして右のレンジをもう少し戻すことにより、より自然に音を扱えます。こうすると元の状態と同じになります。全くリダクションをしてない状況ですね。これが元音と考えていいです。こうやって
このレンジで調整することもできます。またこの圧縮率で変えていくこともできます。圧縮は右にする方が圧縮しやすくなるので、このように小さな音はなんかバランスの悪い音になっていきます。自然にするのには圧縮率を戻していきましょう。もう少しカットします。今度はアタックの違いを見てみましょう。アタックというのはゲートがかかってから次に戻るまでのタイムです。何度も言いますが、コンプとは逆の働きです。はい、音が出てきましたね。ファストにすると、これをスローにすると音の戻りが悪くなります。はい、コンプとは逆で、これでドラムのアタックが減ってしまいましたね。立ち上がりがないような、本当に叩いているんかよっていうような感じの音になっています。ミドルに戻します。ですからドラムの場合とかはこのアタックをファストにする方がいい場合が多いでしょう。次はここのリリースについてお話をします。リリースはコンプと逆の働きをしますので、これ自身がかかる速さです。ゲートがかかる速さをここで調整します。長くするとかかりが遅くなります。短くします。ここでこのリニアボタンを押すとさらにきつくかかります。ここまでするとドラムの胴鳴りがどんどん出てきます。初心者の人に分かりやすく言うと、このゲートのエクスパンダーモードというのはドラムなどの響き、後ろの後の残響音とかをコントロールするのによくって、リリースを早めにすると早くかかり、アタックは早めにすると早く戻すというふうになります。この辺のところは上級者の方と考え方というもの自身も変わってくると思うんですが、嫌な響きを残さないためにはこのエクスパンダーを使って、そしてリリースは早めにしてよく聞かせてという意味です。そしてここで言うレシオというのは、あまり極端に圧縮率を上げるとちょっと不自然な状態になりますので、ここらにもいわゆる頃合いというのが必要になります。
このように9099のゲートというのは通常の基本になるゲートっていうのにエキスパンダーという機能を加え、さらに取る量について大きなこのレンジというのがあって、どれぐらいリダクションするかというのをここで決めることができて、そして特にエキスパンダーモードでやればその圧縮率もここで変えれると。そしてリリースをして、そしてアタックでどこまで戻すか、いわゆるアタックというのは次の音に対応するために早く戻すのか、まだ押さえたままにするのか、これをスローにするとどうしても次のアタックが弱くなって立ち上がりが悪くなるということです。そしてこのゲートの下にあるのはフィルターですけれども、上にフィルターがあったのになんでまたというのは、これはサイドチェーン用です。ですから、まあ今日はサイドチェーンまで話を一気にするともう頭がこんがらがります。そうでなくてもゲートはコンプやリミッターと逆と言われてですね、これを整理するのにもなかなか時間がかかるものです。ですから今日はこの辺のところで話を終わって、コンプ、リミッター、イコライザーは次の機会に回していくことにします。最後にメーターを見てお話をします。どれだけゲートがリダクションしているか、それがこのメーターで見ることもできます。よくメーターを見ててください。このメーターでかかりと戻る速さがわかります。これをスローにしておくとなかなか今のようにこれが速く動かないです。ほら、すごく遅いメーターの動きになりましたでしょ。これファーストに戻します。はい、 VU メーターのように反応がいいですよね。はい、ここにこのようにゲート用のメーターがあることもとっても分かりやすい作りになっています。そしてここにインバートというボタンがあります。これはまあ反転という意味ですけれども、これはゲートで削った音自体を聞けるようになっています。いわゆる取っている音を聞けるというモードです。もうアメック9099を使い出したら、例えばイコライダーがとっても急カーブが良くって効きがいい、そういうようなこととかもあるんですけれども、高機能で使いやすいという面を考えると、今までチャンネルストリップも僕は7種類か10種類ぐらい持ってるでしょうかね。これを使い出したらですね、まあよく考えられてるなというのが随所に出てきます。今日はちょっと値段はお高いですが、チャンネルストリップの最高峰とでも言えるこのアメック9099を解説させていただきました。ご視聴ありがとうございました。村長でした。